日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はパソコンが壊れた時について。わー、パソコンが壊れちゃったー、オーマイガー。皆さん元気ですか？僕は元気ですよ。日本語コンテッペイの時間ですね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いしますですね。パソコンが壊れた時について話したいと思います。パソコンというのはパーソナルコンピューターのことですね。パーソナルコンピューターのことをパソコンと言います。壊れた、ね、例えば起動しない、ね、起動というのはスタートのことですね。スタートしない、起動しない、パソコン壊れちゃった、どうしよう、ね、焦りますね。焦るというのは、ああどうしよう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 、こういう状態ですね。焦りますね。僕はパソコンが壊れたことがあります、ね、パソコン壊れた時はもうね、もうどうしようどうしようどうしよう、パソコン壊れちゃったってなりました。僕はいつも Mac を使ってますね。 Apple の Mac ですね。 MacBook Air とか MacBook Pro とか MacBook とかね、そういうのを使ってます。パソコンが壊れた時は本当に焦りますね。ああやばい、壊れてしまった、やばいやばい、ね、やばいというのはもうなんていうかな、もう本当にオーマイガーっていうことですね。やばいやばいやばい、どうしようどうしようどうしよう。僕はその時はまずアップルストアに、持っていきますね。パソコンをアップルストアに持っていく。でというのはそれで、いくらでね、パソコンが直るかを聞くんですね。いくらで、いくらかかるか、お金ですね、お金の問題ですね。まあアップルは1年以内、ね、壊れて1年以内、壊れてる、買ってですね、買ってパソコンを買って1年以内だとギャランティーがついてますね、大丈夫。でも1年以上だと、あーお金がかかる、ね、例えば5万円とかね、5万円、ね、5000ドルぐらいかかってしまう。いやー5000ドル、ね、5万円は高いなー。あ、5000ドルじゃないですよ。500ドルね。500ドル。5000ドル高すぎですね。500ドル。ね。500ドルぐらいかかる。ね。修理。修理と言いますね。リペアですね。修理。やばいな、焦る。どうしよう、どうしよう。で、そうやってリペアするか、それとも、新しい Mac を買うかですよね。新しい Mac を買うかもしれない。いやー、パソコンが壊れた時は本当に焦りますね。やばいやばい、どうしようどうしよう、ね、皆さん落ち着いてくださいね。落ち着いてアップルストアとかリペアショップに行きましょう。それではまた皆さん、チャオチャオ、またねまたねまたね。またね。